東京株式市場の平均株価は、アメリカ市場の株高や円安を受けて値上がりし、昨日に比べ85円47銭高い2万1448円52銭で取引を終了しました。これで13日連続の値上がりとなりましたが、13日連続の値上がりは、バブル期の1988年2月以来、29年8ヶ月ぶりのことです。 明日も値上がりして14日連続となると1960年12月以来57年ぶりとなります。